すまない旅人、私はそろそろモンドに戻らなければ。日々の業務もそうだが、何よりクレイが何かしでかしてないか心配だ。大丈夫だよ、むしろ早く行ってあげて。絶対エヴァことになってるとは言ったものの、ジンがいなくなったのはでかいな。フリーな旅する上でヒーラーは必要なんだけど。お久しぶりです、栄誉騎士様。ノエル、久しぶり。どうしたの？先日ジン団長が突然出て行った後、モンドがクレイ様によって壊滅の危機に陥ってしまいまして、誰も手がつけられず神頼みしかできない状況なのです。手遅れ。なのでジン団長を連れ戻すためにここへ参ったのですが、当てが外れましたかね。いや、ちょうどジンがさっきモンドへ帰ってったから入れ違いになっちゃったね。そうなんですね。でもジン団長が戻ればモンドは大丈夫そうです。そちらの方は旅人さんのご友人ですか？フリーナだよ。フォンテールで500年もの間神様やってたんだ。さすが栄誉騎士様、お顔が広いですね。私はモンドレ・セピロス騎士団のメイドをさせていただいております、ノエルと申します。はじめまして。早速ですがお困りことはありませんか？え、家事全般から雑用まで何でもやりますよ。大丈夫、全部自分でできるから。そうだよ、フリーナは最近普通の人間になって一人暮らしを始めたばかりで、これから身の回りのことは全部自分でやらなくちゃいけないんだから。そうですか。お洗濯なんかどうですか？そのお洋服洗うの大変じゃありませんか？そんなことないさ、ほらこうすれば一瞬で2着とピッカピカさ。え、それってそういうシステムだったの？え、すごい、後で教えてもらわなくっちゃ。ならお料理はどうですか？最初のうちは栄養バランスが偏ってしまうと思うんです。それも大丈夫かな。最近クラバレッタさんがダイエットを始めてね、それで食事には気を使ってるんだ。ヤドカニがダイエットって何？そもそもあの子たちって原動力で生み出したものじゃないの？セックスピストルと同じタイプなの？さっき一人暮らしがどうのこうのって言ってませんでした？そういえばモンドでもイマジナリーフレンドを持つ方々がいらっしゃいましたし、そういうことなのでしょうか。大変ですね。辛いことがあったらいつでも言ってね。二人ともどうしたの？